こんにちは。数学を担当します。高瀬です。よろしくお願いします。さあ、まず今回先にね、ちょっと問題を、えー、読んでみようと思います。えー、タイトルはベクトル方程式とありますけども、えー、三角形があって、長さ、長さ、内積が分かってます。えー、この時に、ニエスタス T イコール1、S0 以上、T0 以上という条件を満たしているとします。で、えー、何やら問題も読むと、 P のの軌跡の長さを求めましょううという問題なんですねあとは、マーク式になってます。だからまあ、何かしらの曲線なり直線なりの長さを求めていきましょうということなんですよね。まあ、それは一旦置いといて、まずそもそもさ、根本的にさ、こういうのをい嫌いよね、みんなね。大好きって人にはあんまり出会ったことないですね。 だからそもそもこいつらの言ってるものってどういうものなのかなっていう図詞の仕方。これちょっと先にね、今日はね、勉強していきたいと思います。はい。じゃあちょっと黒板の方を移ってみます。はい。まずですね、えー、タイトル、遮光座標とつけました。斜めに交わる座標ということなんですけど、いつもはね、えー、最初の X 軸、Y 軸というのが、まあこうやって直行してるんだよね。一メモリー、二メモリー、三メモリーというふうに取っていく。 で,で、この一目盛り分を座標1、座標一として取って考えていくんだってね。で、今回ちょっとこれをね、点 A、点 B だとしましょう。基本単位となるものを A、B というふうにしたとします。で、こうなってるのを斜ャって斜めにしてあげたものが真ん中の斜交座標というふうに思ってください。これを斜めにしたものがこちら。 これをまっすぐに直したものがこちらと思ってください。じゃあですね、えー、今、ここに5個用意してますんで、えー、こいつらがどういうものを意味するのかってことで、ちょっと感覚をね、養っていきたいと思います。はい。まず、OP1 イコール 3OA たす 2OB です。じゃあ、P1 どこですかってことなんだけど、これは OA 方向に3個進んで、OB 方向に2個進む。だから、 点 P1 は、この辺に存在すると考えられるよね。はい。つまり、斜めに交わる座標形で言うときの、32という位置にいると考えて差し支えなさそう。はい。ちなみにこれをこちら側の絵でやった場合は、OA 方向に3個、OB 方向に2個で、直行座標を32である。 まあ、やっぱまっすぐのものを斜めにしただけっていう関係であることがわかりますわな。はい。じゃあ次行ってみよう。はい、3OA たす TOB で、t が2から3まで。こうなった瞬間にね、はーてなーってなっちゃう人結構多いんだけども、一回、上と同じで考えよう。上は斜め座標を3にって考えるんだよね。じゃあこれだったら、斜め座標で考えるのであれば、3t だよね。 で、この t という範囲が2から3までなんですってことよ。そう考えたら、こっちで言うならば、応援方向に3個。で、y 座標が2から3までってことだから、線分かなこの線分上のどこかに p2 という点があるぞと考えられるわけだ。それを斜めにしたらどうですかっていうと、1、2、3。で、 1,2から3の場所だから、はい。この間に P2 が存在することになるわけだね。はい。結果的にこれは何を意味するかというと、線分なんだね。はい。線分を意味することになっております。さあ、どんどん行こう。次。SOA たす TOB で、1から2まで、2から3までという形。はい。これは、今度これと同じようにすると、 X 座標に該当するものが1から2。Y 座標に該当するのが2から3だよね。はい。こっち側で行こう。こっち側で行った場合って、えー、X 座標が1から2。で、Y 座標が2から3。だから、この辺かな ?1 から2、2から3ってとこで囲まれる部分っていうと、ここなんだよね。 はい。まっすぐにしてると正方形かな。まっすぐなら正方形。斜めにすると平行四辺形なんじゃないかな、ね。はい。じゃあこれも同じようにね。X 座標が1から2。ここの間ね。で、Y 座標は2から3。で、囲まれる部分ということだから。はい。点 P3 というのは、あの緑の中のどこかに存在するということで良さそうですね。はい。 まあ結局、今回の、これを満たす領域は何ですかというと、平行四辺形かな。P3 という点は平行四辺形なんですということが分かりました。どんどんいきます。次これ実は一番有名だから結構できる人多いと思うんだけど SO A、SOA たす TOB で S たす T が1。はい。これを XY と見立てたら X、X たす Y イコール1なんだよね。 x たす y イコール1さあ、この図で x プラス y イコール1って何だって考えたら直線だよね。英語で言うとラインだな。はい。どこ通る直線ですかって言うと、1 0と0 1を結ぶ直線と考えられるね。だから、この2点を結ぶ直線なんでこんなものになるはず。いいかい 下突き抜けるし、上もどこまでも行けるよね。はい、じゃあ、それをこちらで表現したらどうなりますかというと、10と01に該当する AB を結んであげるから、こんな直線なんじゃないかな。ね、はい、ということで、P4 はこの赤いところのどこかに存在する点よってことで、直線を表現することになるでしょう。 赤い線は直線 AB ですと。じゃあ、最後 P5。今度ちょっとレベルが上がるね。S0 以上 O、T0 以上 O、S たす T が1以下。ね。これをまた X、Y と同じように見立てれば、X0 以上、Y0 以上、第一証言かな。で、こちらは X たす Y が1以下。ね。X を移してあげれば、 y 小なりイコールマイナス x プラス1だよね。はい。ちょっと、じゃこっち側に書いてみようか。はい。えー、こういうものを満たすところは、ってことだから、第一証言で、y イコールマイナス x プラス1より下側。ね。y イコールマイナス x プラス1ってのが、この図の、この赤いラインだね。このラインね。だから、右上で、これより下。 三角形 OAB と言って良さそうだね。厳密には統合がついているから、周または内部って言い方かな。あ、平行線形もそうだね。周または内部って言い方が正しいですね。はい。だからこれはこっちで言うと、はい。三角形 OAB の周または内部ということになるわけです。 申し訳ないね、一応こっちもね、週また内部つけておきました。さあ、ということで、なんか今ので十分絵描けたよね。なんかこうやって書かれてるもので、ベクトル、ベクトルって思いすぎるとちょっと難しく感じなんだけども、そもそもこの 3OA たす 2OB というのは、斜めに交わる座標で32なんだっていう考えたものと、いつもやってるまっすぐ平面のものを傾ける 戻すって関係だったことを考えてあげれば十分絵描けますよね。はい。ってことで、この手の領域図紙の問題の、まず、案一番としては、こういうやり方もあります。ただね、まあちょっと記述でこれ堂々とドーンってやられるのは、ちょっと怖いんだよね。だってさ、点 A を点 B で斜めに対応させて、この点がこの点でとかっていう言い方、雑でしょてかそもそもこれ、 ベクトルの考え方を使っていないじゃない。やはりベクトルの問題はね、ベクトルの考え方を使ってやるのが一番いいです。だから、まあ、最終手段、ベクトルのイメージを沸かせるという意味で、今のこの斜め座標という考え方重要かと思うんだけども、ベクトルとして、こういう風うな形になるぞってことを説明する力も必要なんだわ。で、っていうことで、ちょっと、 上二つはまあいいかなと思うんで、この下三つだよね。下三つをベクトルとして説明したらどうなるのかってことを話していこうと思います。はい。じゃあね、えー、これの、ベクトルできちんと説明した時の考え方を今向こうに用意してます。はい。まずですね、この S と T は特に関係式が付いてないよね。こっちは関係式あるじゃん。ね。結んでるよね。我が一にならなきゃダメって結んでる。でもこっち特についてないでしょ。 このバラバラに動く2変数のことを独立2変数という言い方をします。で、このね、バラバラに動くときってのはね、こう目疲れるじゃん、両方追って言ったら。だから、一つを止めて、一変数として見るっていうのが基本の考えになります。これはベクトルだけじゃなく、数学全般の話ね。独立2変数は、一文字固定というのが基本の考えになります。 なので、s と t 両方とも動かれるとちょっと厄介なんでね、おい S、つって呼んどいてね、ポカってなくて止めとくの。お前動くなーつって貼り付けちゃうわけ。はい。そうするとね、一応このベクトル OP3 って式がこういう形変わってくるけども、KOA というものは固定されて動かないベクトルです。ただのベクトルね。それに対して t は今変数として見てるので、 2から3という範囲で、ここが動くから、こいつは逆に動くベクトルなんだね。こんな感じ。ね、手がなかったらいいんだけどな、手編集で消えないかな。無理みたいですね。だから、くって伸びるものが TOB の終点なんだって。はい。って考えたら、2倍から3倍までの範囲で、これが伸び縮みするんで、はい。今これね、OB1 って取ったけど、これ B のことね。 で、2倍の点を B2、3倍の点 B3 ってしたら、2から3の範囲で動くということは、こ,この範囲を動くことになるじゃないだから、T、TOB の終点は、線分 B2、B3 以上に存在するわけね。ただ、この KOA を加えなきゃいけないわけだよね。だから、この TOB という、 終点いる者たちを、軽倍の OA だけ進めることになる。軽倍の OA だけ進めることになるから、これを横にウィーンって動かして、ね、点 P3 は図の L 上だぞってことで、こんなとこにいることになります。いい,い今は S を固定したとするならば、こんなとこにいるだろうねってことが分かったということなわけね。じゃあ次に、K を動かします。はい。 S, s イコール k を動かします。はい。s イコール k っていうのは、1から2の範囲を動けるんだったよね。つまり、この動かす、横に動かす移動量が、1から2の範囲なんだって。っていうことは結局、この赤い線が、ここから、ここまで動くことになるわけだよね。 はい。これが、ここから、ウィーン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 、ウィン、ウィン、ウィンって動いていくわけよ。ね、線分が動いたら、平行四辺形になるわけだよね。だから、線分が動くっていうのは、ここに埋めたかったことですね。K を動かすと、L が動きます。もちろん、範囲内を動きます。ね、その結果、P3 は、図の平行四辺形の周又は、 内部に存在するよねってことになりました。イェイ。はい。これね、受験だとね、すごくね、出しやすいんですよ。マークの問題で、面積求めなさいっていうふうにしとくだけで、途中経過見ないで答えだけ見れるじゃないですか。ね、だから、この X の範囲、この Y の範囲って見方をして、平行四辺形を書いて面積求める流れ多いから。まあ今のはね、ぜひ理解しておいたらいいんじゃないかなと思います。 じゃあ次、こちら側。ね、P4 の方をやっていきたいと思います。はい。P4 の方ですけども、今回は、条件式がついている2変数なんですね。はい。条件式がついているときは、変数を減らすというのが基本の考えになります。なので、例えば、S イコールとか、T イコールって減らしてけばいいよね。と考えて、はい、じゃ例えば、この S を、 減らしていこうと考えてみましょうか。すると 1-toa-tob という形で書けます。さあ、これでも十分ね、えー、内分公式の形と見て、線分上ということがわかるんだけども、変数がバラバラに飛び散ってるというのも、あまり嬉しくない学問なんですよ。だって、例えば二次関数とかだとしてもさ、平方完成して、 変数の場所揃えたりするじゃん。三角関数の合成分かるかなあれも動くものを減らすって考えじゃん。基本的に動いていくものはまとめていきたい方針なんで、例えば今のこの状況だったら、これが嫌なんだよね。じゃあちょっと t にまとまれーって言ってまとめてあげると、こんな感じになるわけじゃない。 そしたら、このベクトル OB-OA って、後引く前って考え方で、こういうふうにまとめることができるわけだよね。さあ、えー、今回の動画のタイトル、ベクトル方程式っていうのがついてると思いますけども、これを直線のベクトル方程式って呼んだりします。で、式の意味を考えてみれば、まず O から点 A に行くよね。で、点 A に行った後に、 ベクトル AB 方向に進むことになるんだわ。ね。まあ、点 B この辺にいるとしようか。そしたら TAB っていうので AB の方向に進むことになるわけよ。だから、もし T がプラスだったら、ピューンって。こっち行くだろうし、T がマイナスだったら逆に、ピューンってこっち行くことになるわけよ。ね。これね、俺いつも電車で説明するんだけどさ、これみんなのお家ね。 で、点 A、最寄り駅だと思って。点 B が隣駅だと思って。で、この直線上のどこかに行きたいぞって思ったら、みんながやることは、駅に行って、電車に乗るだよな。いいか。駅に行って、電車に乗れば必ずこのどこかに到達するじゃん。だから、この式ってのはね、これが、駅に行くなのよ。で、TAB で、電車に乗るなわけよ。この方向の電車に乗る。 そうすれば必ず目的地のどこかに到達できるよねという話だったわけです。だからこれで十分、A、直線 AB 上であることが言えたでしょう。はい。では、この P4 の話をちょっとアレンジしたというか、難しくしたのが P5 の方なんでね。じゃあこちらの方もやっていきたいと思います。さあ 今度はですね、えー、P5。不等式になってしまってるんだけども、これ、等式だったら、直線って言えるので、なんとかしてこれの形に変えたいなっていうふうに思うわけよ。ここはちょっと勉強して、なるほどねと思ってほしいとこなんだけど、この S たす T という値自体を、蹴っておきます。はい。で、今目標は、この上の形と同じ形にすること。 で、上の形の場合はね、係数の和が1ならば、直線上って意味なわけよ、ね。係数の和が1になったら直線上なわけよ。だから、この、1ってのを作るのを最優先にしてほしいの。だから、1になってほしいから、k で割ってあげて、こういう風にしてほしいかな。k 分の s たす、k 分の t イコール1。で、そしたらね、 これと同じ形作れば直線上ってすぐ言えるから、K 分の S と K 分の T を係数にしたいの。でも、K 分の S と K 分の T にするためには、分母に K をつけなければならないよね。で、分母に K をつけてしまうならば、その文字が0じゃないっていう風にしとかなきゃいけない。のと、勝手に K つけてしまったならば、K 倍して調整しなきゃいけなくなるよね。 はい。ということで、一応この段階で、K が0じゃないということを条件につけとかなきゃいけないです。今回 S、S0、T0 の時は K0 になってしまうから、一応ここで、K が0じゃないとして話を進めることにしましょう。じゃあ、ちょっと変形します。 じゃあ、係数に、係分の s、係分の t を作るために、係分のにして、調整するために、k をつけときました。さあ、ここでまず、ああって思ってほしいのは、こいつと、こいつで、この形。ケー。こいつとこいつで、この形。つまり、この時点で、こいつの、まあ、ベクトルを、 OQ とでも置いてあげるのであれば、点 Q は直線 AB 上。はい。ってことで、まず、この形点 Q は直線 AB 上ってことだから、まあ、この直線のどこかにいる。でも今回ね、S0 以上を T0 以上って書いてあるから、結果的に OA プラス方向、OB プラス方向しか向かないんで、S0 以上、T0 以上がついていたら、この線分を表してます。 あとは、これの先頭に K がついていて、はい。これをこう置いてるわけだからね。はい。だから、0から1であることを考えれば、い回、かい,い点 Q を K 倍して縮めたものが P5。ということで、ここのところを0から1に縮めると、線分のどっかに来る。ここも縮める。線分のどっかに来る。ね。どっかに来る、どっかに来る、どっかに来るって考えていくと、 綺麗、まあ、に点 P5 がこのどこかに存在するよねってことが説明できるわけだよね。はい。ということで0から1より。はい。線分 O9 乗。ただし、K イコール0は入ってないから、O は除くことになるよね。はい。あとはもう忘れがたみみたいなもんで、 えー、k イコール0の時はじゃあどうなんだって言ったら、これ s イコール t イコール0しかないからね。で、s イコール t イコール0だったら、0ベクトルだから、p5 が原点と一致するってことでいいでしょう。ね。だ O と p5 が一致ね。なったら、このところも参加させてくださいってことですね。はい。ということで、 一応 P5 の式が三角形の周または内部を表すことも証明できましたよね。まあ、以上の考え方全部できる受験生ってそんなに多くはないと思うんですけど、バラバラに動いた時は一つのものを固定する。規則を持って動くならば変数消去する。で、やっている話自体はベクトル独特の概念ではあるけど、ベクトルではよく使う考えだったりしますから。 空間ベクトルの問題なんかやるときには、今の考え方は使えますからね。ぜひ参考にしてくださいって感じです。はい。じゃあ、CM です。はい。ということでね、えー、まず 2s たす t イコール1は 2x プラス y イコール1とするとこんな感じになりました。で、いつもだったらね、O, A, B 取っていくんですけど、今回三角形 A, B, C って書いてあるんで、一番基準となる O の位置を A とします。 大事なのは、B を10、C を01に対応させるわけ。変換のルールとして、10を基準点、01を基準点で対応させます。だからこの図で言うならば、10に対応するこの点が B で、01に対応するこの点が C なわけよ。はい。そう考えたら、2x プラス y コール1っていうのは、 AB の中点を取ってあげて、C と結べだよね。あとそれに、X0 以上、Y0 以上が付いとるから、この第一小限部分だけを取り出せばいいわけだよね。ということでね、今回それを斜めにしたらじゃあどうかって言ったら、AB の中点取ってあげて、で、C と結んであげろだから、まあ、こんな線分の長さを求めればいいぞっていうことになってくるわけだよね。 あとは、ベクトルの絶対値で計算してもいいし、ここのコサインかなんか出してあげて、予言定理で出してあげてもいいよね。まあ多分現実的には、これは図形的に見た方が早い気がします。なぜなら、これをベクトルで考えて図示するのが大変だからね。まあでも授業なんでね、大変な方を経験してもらおうと思います。予言定理は皆さん自分で後でやっててください。ね、じゃあ、ベクトルでやる解法を、えここまで紹介していきましょう。 では、えー、今回この t を消しますかね。t 消してみましょう。するとこんな感じ。ね、じゃあ、動く s をまとめてみましょう。ということで、この 2ac の2のところが邪魔だなと思うんで、仮にこんな風に置いてあげたとしよう。 ね、そしたら、あと引く前って形で直せるもんね。ということで、はい、こういう形で書くことができるはずです。さあ、あとはね、高瀬はいつも遺言って呼んでますけど、t を消去したじゃん。ね、t そのものには0以上で痛かったんだよなーって意思があるでしょ。それをちゃんとメッセージとして受け取らなきゃいけないよね。 はい。ということで t0 以上って条件を使います。はい。すると s の範囲は0から二分の一の範囲を動くということがわかりました。ただから結局、これは止まってる点。これが動く部分だよね。ま、結局、点 p の軌跡の長さっていうのは1000分 bc' の半分ってことなのかな 動く部分ここだから、千分 BC ダッシュの半分。ね。まあ、まずちょっと、図書かないと何もわかんないからね。はい。今回、内積プラスだから、A 角三角形だよね。じゃあ、まず A 角三角形書いてみようか。で、AC ダッシュは2倍の AC だから、AC2 倍に伸ばしましょう。はい。いうことで、この状況で、えー、C ダッシュここなんだよね。 したら、線分 BC' ダッシュってことは、えー、ここかな、ねまあ、結局、この長さの半分を考えればいいぞってことなんだよね。あとは実際にこのベクトル2倍の点と AB の距離を、ね、引いて、絶対値記号をつけて二乗すればいいだけだもんね。はい。まあ、そんな感じでやっていきましょうか。 まず、これとこれの距離を求めるんでね、このベクトルを出しましょうか。それは、こういう書き方ができるものだよね。じゃあ、これの2乗を計算すると。じゃあ、全部叩き入れると、4×9、2の2乗を、引く16。 これ計算すると24かなはい。平方したものが24だから2、2ルート6っていうのが BC' の長さかなじゃあ、指摘はその半分だったってことなので、えルート6ということでした。さあ、ってことでね、答えこうなんだけど、おい、高瀬さっきの絵とげえじゃねえかよって思ってる人もいると思うんだけど、 あのさ、この長さの半分ですってことは、わかるかな中点連結定理を考えてもらうと、ここの長さの半分はまさに、これでしょね。だからさっきの絵と全く同じになってるよね。安心してください。同じですよ。っていうやつですよ。今回も長い動画になってしまいましたね。えー、その分いろんなことが詰まった、えー、動画になってるかなと思います。 えー、ということで、ここまでのところをしっかりと、まあ、復習しててほしいなと思います。それでは終わりにしましょう。バイバイ。